では自己紹介お願いします。はい、ミニマム147cm、あなたの心を、パラダイスロックめっちゃ噛んだ辻ルイスと申します。3サイズは上から85、60、88、趣味はプロレス観戦で、特技は特技なんだっけ人を笑顔にすることです。はい、ございます。休日は何を過ごしてますか？休日は主にプロレス観戦ばっかりしてます。あと、ボートレースと競輪が好きで、しょっちゅうやってます。では好きな男性のタイプを教えてください。好きな男性のタイプは紐にならないこと、仕事をしていることです。では男性に食べさせてあげたい手料理などございますか？ゴーヤチャンプルがめちゃめちゃ得意で、初めて好きな人に作ったのがゴーヤチャンプルだったので、多分一生ゴーヤチャンプルを食べさせます。ではですね、今後の目標などございますか？今後は最近地上波デビューもしたので、ちょっとこうエッチな番組、エッチなバラエティ番組にバンバン出たいと思ってます。5年後はどんな仕事をしていたいですか？5年後は、私は将来の目標が、私は今、デザイン事務所と芸能事務所を兼務した会社の代表をやっていて、将来の目標は自分はもう絵描きになって老後まで暮らすっていうのが夢なので、5年後は、もう絵描きとしてそこそこ頑張っていたいっていうのと、最近 e スポーツっていう新たなジャンルに挑戦してるので、絵描きと e スポーツとでもう家に引きこもって暮らしたいです。ありがとうございます。告知等などございましたらお願いいたします。ですね、私辻ルイスは3月の23日にファースト DVD 抱きしめたいを発売しました。DVD の発売イベントが、ゴールデンウィークの予定だったんですけれども、コロナの影響もありましてちょっと延期にさせていただいたので、ぜひ次回開催の際は皆さん来ていただければと思います。あとは、東京リリーさんの方で、しょっちゅう撮影会出てます。5月は30日に子さんと団体撮影やるので、よかったら皆さん来てください。お願いします。では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、ですね、11月から東京リリーさんを皮切りにした撮影会出演させていただいて